宅建試験、これだけは絶対呼ぶとこ。売り主買い主双方から売買の代理の依頼を受けた場合の報酬額の上限。売買の代理における報酬額の上限は売買の場合の2倍。そして今回は双方から代理の依頼を受けている。この場合、売り主と買い主の双方から受領できる報酬額の上限も売買の場合の2倍。つまり売り主から2倍、買い主から2倍受領すると合計4倍受領していることになるので、これは宅建業法違反。もし売り主から2倍受領するのであれば、買い主から1円も受領することができない。逆に買い主から2倍受領するのであれば、売り主から1円も受領することができない。もし400万円を超える物件で、売り主から 3% プラス6万円プラス消費税を受領するのであれば、買い主からも 3% プラス6万円プラス消費税を受領することができる。これで代理業者は合計して売買の場合の2倍を受領しているので、これは宅建業法違反ではありません。